皆さんこんにちは、森有里です。はい、今日はですね、ちょっと寝る前なのでもうまとめちゃってるんですけれども、皆様からリクエストいただいていたエスポルールのじゃーん、リップティント、実は森有里もう持っていました。めっちゃ気に入ってて、ローズを、もう3本所有しております。そんぐらい月がいいエスポルールのリップティントなので、今日つけてるリップはこれ、いつものティントなんですけれども、これを外してこの100均のティントをつけていきたいと思います。これが韓国のやつなんですけど、これめっちゃティント取れるやつです。ほら、超取れる。はい、取れました。そして今回のリップティントは全5色になります。まあ、エスポルールいつも全5色とかね、多いですよね。グロスとかあとリップなんですけど、私実は全部持ってて全部レビューしたことなかったんですよ、今まで。コスメ系だったので。なんですけど、私ティント大好きなので、今回はレビューをちゃんとしとこうかなと思って、はい、ちゃんと語りますよ。100均大好きなんで。色の種類がこちらですね。こんな感じ。ごめんね、今片手で持ってるからちょっとピント合わないんですけれども、アプリコットピンクがこちらですね。すごく綺麗な色になっています。ジューシーレッド、これがねめっちゃ濃そうに見えるよね。スイートピンク、これね一番人気でした。これわかるかな、ピンク具合がわかりますかね。一番人気でね、売り場になくて1個だけなんか違う売り場から出てきて、あってなって買いました。そしてスイートオレンジ、これはピンクじゃない方ね、スイート系列のオレンジです。私が気に入ってるローズはですね、ちょっと濃いめに見えるんですけれども、今からつけていきたいと思いますので、この子は最後につけます。実は私ローズをめっちゃ愛用してるんですけれども、この子たちね、この4つ愛用したことなかったんですよ、まだ。なのでちょっと試していきたいと思います。アプリコットピンクから、こちらアプリコットピンクになります。色はこんな感じよね。では塗ります。ちょっと肌に近いというか、口につけるとこんな感じ、わかるかな。ちょっと手につけてみますね。アプリコットピンクわかんないかもしれない。では手につけていきます。こちらアプリコットピンク、はい、こんな感じ。ちょっとね薄めですね。それでは次の色に行きますので、落とします。スイートオレンジいきます。これ同じような色なんかなと思うんですけどね。あ、ちょっと違う。あ、オレンジだ、めっちゃオレンジだ。では塗ってみましょう。ここがアプリコットだから、ここね、いきます。めっちゃ濃い。すごいね、これ存在感がすごいですね、濃さが。じゃあ次スイートピンク、あ、これは分かんないかも。分かりますか、これ。これも薄いかもしれないです。では塗っていきましょう。よいしょ。ほら、なんかこのオレンジに比べたら全然薄いね。はい、そしてジューシーレッド、こっちも結構意外とレッドなんだけど薄い気がしますね。はい、薄い薄い、わかりますか。ではいきますよ。ちょっとこっちにしていきますか。いきましょう、せーの。ほら、若干濃いかなぐらい。ナチュラルメイクをしてティントを塗るんだったらいいかもぐらいですね。私いつも濃いティントを塗ってるので変な感じはする、私はね。それでは最後にこちらの、はい、ローズ塗っていきたいと思います。ローズはねこんな感じで結構濃く見えるんですが、いい匂いはしないです。塗っていきます。塗った瞬間わかると思います。ほら、わかる？結構ローズは濃いです。本当に一番ティントつけてる感があります。最後ここに塗っていきましょう。いきます。チャリーン、おい、こんな感じです。ほら、どうですか、
もう圧倒的に私はローズが好きです。もうだって色の差が全然違うでしょ。あの濃い順で言ったらこのローズでこのオレンジ、もうここら辺の3つはやっぱ薄いですよね。そして今ローズをつけたままちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、あのティントってずっとついてるっていうようなイメージだと思うんですよ。なんですけど私はこれハベにはね今のところないです。今日はハベにはないですね。ささっと拭きますね。こうやってなぞったりとかしても確かに取れないです。残ったままなんですけど、あの薄さとか濃さがちょっとやっぱいろいろ違うので、で何回もパクパクとかしてたりとかするとどうしても取れちゃったりとかすると思うんですけど、これはね全然取れなかったです。で今日もこっちあの試しにね、ここローズまだね赤いの分かるかな、これこれローズなんですけど、試しにずっと今日つけてたんですよ。で汗すっごい今日暑くって書いてたんですけどまだ取れてないので、これは結構意外と強いです。もうこうやってやっても全然取れないので、ほらね、こっちも取れてないので、あのすごいティントの威力は証明されてます。ほらさっき使ってたやつでもこんな残るんよ。これティント専用とかじゃないんですけど、韓国のめっちゃ取れる、化粧落としって言って韓国でなんかね買ってきたんで、あのどこで買えるか分かんないから未だにこのもう半分ぐらい使っちゃってるんですけど、ゴシゴシしても取れない。やっぱりこれが取れないですね一番。はい、なのでこの色が私は一番好きで3本ストックとして買ってきて毎日使ってます。何よりもこのティントの色にちょっと似てるんですよね。これの1個下の薄い色があるんですけど、その色にすごく似てて100均でそのダイソーでっていうのでクオリティがめっちゃやっぱ高くって、今回はねグロスとかリップとか、まあ、全ていろいろ使ってきたんですけど、ティントの中では一番私はローズが優秀だと思います。薄いのが好きな方はあのオレンジ系を入れて、上からブルーグロスとかイエローグロスとかしてちょっとキラキラさせてみるのも可愛いかなと思います。はい、ということで今日はダイソー新商品のリップティントの紹介でございました。盛り上げでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。私のおすすめはローズとこのオレンジです。この3つもすごく可愛い色なので実際につけて試してみてください。